さんにとって2005年はどんな年になりそうですか？僕、足立あすむにとっての2005年はなんだかすごく刺激の多い年になりそうです。それは響きという名のちょっと変わった男の人との出会いから始まりました。鍛えてます。響さんって普段何やってるんですか？人助けってとこかな。父君はお兄さんに殺されてしまったんじゃないかと思う。奴らが育ててるのは土蜘蛛だな。土蜘蛛が？この車あの調子悪いな。演奏ですよね。自分を信じること、それが自分が自分らしくあるための第一歩なんじゃないかな。響木さん、二の巻吠える雲。うちらはこれから鬼ごっこするから。吉野の会見は随分長引いたね。今年は忙しくなるってことなんじゃないですか？今日さ、もっと響木さんに会っちゃってさ。どうで冗談の壁。私たち受かるよね。落ちるよ、その子試験に。山びこは俺的には4匹目ですね。みんながみんな響さんみたいに強くないんだから。三の巻落ちる声。お前は山を降りて声をくらえな。響さんとその子が分かり合えばいいって、そういうことでしょ。マカモ盗聴作戦開始だ。鍛えてないな。四の巻かける一郎。だから受験終わるまでは自分なりに一人でやるって決めた。相手はデカくなると船まで襲う化けガニと。残機さんがマカモンにやられたそうです。五の巻溶ける海。君の年で自分の将来のことビシッと決めろって言われても難しいよね。君たけしなんだよね。僕も鍛えようとしてたんですけど。鍛え足りなきゃ鍛えるだけだ。六の巻叩く魂。少し絞らせてもらいます。今から響さんがいるとこまで行ってきます。鍛え抜かれた心と体をさらに鍛えて鍛えまくって初めて鬼になれるっていう。七の巻いぶく鬼。鍛えてないあなたが行っちゃいけない場所ってことです。アキラもいぶきも俺も日々マカモ退治のために命を張ってさ頑張ってるわけよ。響さん、お友達監督行き届きですよ。八の巻叫ぶ風。我らの餌になるのは100年に一度の名誉だぞ。産めでも大首でもなさそうだね。空飛ぶマカモではないってことですか？一気火星の方で終わりも一気にいます。九の巻うごめく邪神。まもなく我らの子が全てを苦しめる。あんたたちのような人殺し絶対許さない。謎のマカモを現るってとこかな。これがおとろしか。行くぞ。はい。十の巻並び立つ鬼。うちの子のために命をもらう。さすがみどりさん、手堅い仕事してるよ。私は響くんと中学の同級生なんだ。11の巻飲み込む壁。足立くん、我らいただいた力で鬼を倒し、山の俺たちを強い同志たちでやっつけちゃおうっていう、そういう腹みたいだな。響くんが鬼になるきっかけを作ったのは私らしいんだけどね。12の巻開く秘密。挙兵したウグメの同士がウグメと姫を食ってしまって。すいません、急ぎますんで。そういう時のための特別遊撃班なんですか？あのうちの息子が急病で学校で倒れてここに運び込まれたって言うんですけど。13の巻見られる定め。アスム君なんかいいと思うんですけどね。響さんの弟子に。あ、ダメだ兄ちゃん。イブキと連携して攻撃でやってみますよ。14の巻食らう同士。アキラ、次はいよいよ鬼だな。まさかまたあの武者同士が。相手は山嵐だから弦の使い手じゃないとな。戸田山、行くぞ。はい。15の巻鈍る雷。里をお前の針で満たしてやろう。少年が鍛えるのに俺も付き合っちゃおうかな。戸田山に任せることにしたぞ。とデビュー戦だな。これからお前の戦いだからな。16の巻轟く鬼。伊吹がさ、町で同志と姫を見かけたらしいんだ。だって負けてられないもんね、あいつらにはさ。人が多いとこに出られると余計に被害も。早めに食い止めないと。17の巻狙われる町。アスム君にお店を手伝ってもらっちゃってるんですよ。
かすみといぶき案外いいコンビかもな。いぶき君の音劇感だと難しい相手なんでしょ。烈風があれば戦い方はあるんです。18の巻くじけぬ疾風。巻き金が続くときは良くないことが起こるっていう記述もありますので、この際新人の活動を少し覗いてみよう。今日は怪しいと思われるポイントを片っ端から潰していくつもりです。19の巻かき鳴らす戦士。屍となった化け狩りたちの狩りがあったこと、お見せできればと思います。若者が特定できないうちは油断は禁物だ。動き反撃だ大天地。二重の巻清める音。この上は我が兄弟たちとチアノが楽しみです。近場の2体は偶然としても、もしも目指してる方向が一緒となると、2組の同志と姫か。二重一の巻引き合う魔物。どうやら産めと山嵐両方の能力を持ってるみたいで、おまけに僕らの音劇が通じなくて。互いの共鳴の音を共鳴させるんだ。22の巻化ける魔女。うちの子のご飯になってもらいましたよ。お前ら夏のやつらだけのことだろうな。夏に備えてのウォーミングアップを終えた響さんがどうなるか聞いてる。23の巻鍛える夏。分裂はもう始まっちゃってるんですけど、トドロキさんが弦の鬼になった理由って何だったんですか。名付けて太鼓祭りで決めていこう。いびきくれない。24の巻燃えるくれない。じゃあ今日はこっちも負けずに鍛えていくっすよ。さばきがカッパにやられたって連絡があってね。ひびきさん、例の攻撃を受けずに戦えてますかね。鍛えた甲斐を見せてやるぜ。25の巻走るコンペキ。子猫の誕生。黒い姿のものから作られる大きいマカモと、白い姿のものから作られる小さなマカモがいるわけよ。やっぱ紅が必要だな。26の巻刻まれる日々。猫だけに奴ら目がいいんだよ。少年には男として何かを伝えられたらいいなってそう思ってます。お命はさぞかしうまいぞ。食い尽くせ。27の巻伝える絆。毎日駅をやられたというならただの土蜘蛛じゃないかもしれないな。ようこそ我が子の巣。響さんと山に行ってるんですよね。今日は男と男の世界だって。28の巻耐えぬ悪意。時間無制限の完全版武者道士ってことですね。心だけは強く鍛えておかないと自分に負けちゃうじゃないか。少年走れ走れ。29の巻輝く少年。うまくいけば相当面白いことになる。今日はみんなに編入生紹介するな。響さん、今明らかに電話があって式を終えに来てほしい。君ってつまらない人間だよな。よくそう言われない。30の巻鍛える予感。男は父親を超えることで強くなるもんだろ。考えて迷うなら行動するしかないだろ。お前はいずれ俺のものになる。父さんのことなんて会いに行っていいかな。31の巻超える父。余分な人員を整理しないと。マウントセーバーだ。私が今まで作った武器の中で最高なもんだ。この剣の放つ波動が強すぎてそれで変身できなくなるんだと思います。32の巻弾ける歌。我々のテクノロジーをマカモ側に知られてしまうかもしれません。一日で10体のマカモを倒したという伝説の人だ。ヒビキ、マウントセーバーはお前の武器だ。戦え。33の巻まとう刃。父さんね。鬼の仕事と私生活は別々じゃないと思うけどな。響くんって恋をしたことないんじゃないの。34の巻恋するカツオ。なんでよ鬼どもの忠義。こう見えても俺は数々の女性を愛してきた男だ。俺に任せろ。青春独り占めってのはどう。35の巻惑わす天使。吉野の貴部神社で鬼の鎧が盗まれた。さっきさんの先生って言えば主義だ。鬼を辞めさせられた人だ。先生手を出すな。残機死ぬぞ。36の巻ウェル式。見えるぞお前の心の闇が。鬼の力を悪用する者が出た場合その鬼は倒さなきゃいけない。鬼の仕事は命を守ることです。人の命も鬼の命も。37の巻蘇る雷し。
子じゃないですね。お前はもう師匠だろうが。飛んでくる秋の雨。38の巻破れる音劇。鬼になるかならないか決められるのは君だけだ。俺は負けないっす。絶対に負けないっす。呼ぶ子のハッスル波動に共鳴してるんだわ。響さん、来なれ。39の巻始まる。君、森の出現は前兆に過ぎない。オロチが近づいている。鬼になって俺が響さんの後を継ぐんだ。まさか小玉の森。天海さん、俺も弟子にしてくれないかな。40の巻迫る。オロチ、鬼を集めろ。全てが滅ぶ。僕にだけは本心を話してほしい。俺だってやるときはやる。絶対に逃げたりはしない。41の巻目覚める指定。我々にも魔化能を制御することができる。いずれはどちらか一人に絞りたいと思ってます。全ての人間が魔化能に食い尽くされる。しっかりしろ、とどろけ。42の巻かける妖魔。お前の弟子なんかこっちからやめてやるよ。最近不幸らしい。とどろきは根っからの鬼なんです。鬼であることが奴の全てなんです。うわっ。動け。43の巻変わらぬ体。陰陽か、これを僕にですか。残機さんにも言われたんすよ。自分に勝つのが鬼の生き方だって。だから俺また必ず自分の足で立ってみせます。そんな。44の巻秘める禁断。やっぱり変更の術を。俺が選んだ術、お前には関係ない。はい、せよ。行かないでください。だったら止めてみろよ。ずっちゃー。45の巻懺悔する残機。二人はさ、自分が死んじゃうことって考えたことあるか。オロチを抑えるには俺の力が必要だ。息吹、総本部の決定だ。僕はまだ死にたくない。46の巻極める軌道。この姿を黙って見てろ。鬼の道ってのは迷いながら歩く道じゃない。自分の生きる道を決められない奴に何の人助けができるのか。47の巻語る背中。待たせたな。出会った時、屋久島の朝日を一緒に見たの覚えてるか。最終の巻、明日なる夢。